着です。いやー、なんかここなかなか楽しかったですね。ゴミ箱捨てるの忘れてしまった。どうしよう、ガチャガチャ言ってんのこれゴミなんですけど。新幹線に行く前に寄り道です。隣のバスに行きます。これがなんか JR 東海の新型車両らしいんですけど、すげえね、たまたまいた。ちょっと取って帰ろう。いつまでたっても名古屋は慣れんな。ガヤガヤしとる。というわけで名古屋からなので、のぞみからで帰るよりこだまで帰っても全然余裕で帰れないので、今日はこだまで帰ります。でこだまは車内販売がないので、もう後ろで酒盛りが始まってる。こだま号は車内販売がないのであらかじめ買っとくべきだけど、すごいな人。なんか名古屋ってこんな人多いんだ。この時間帯の名古屋なんて久しぶりに来たわ。これはのぞみ乗りたくねえな。こだま号自由席多いんですよね。なので自由席ふんだんに利用できるので、私は全然名古屋からの場合だとこだまで十分なんですよね。その方がねゆっくりとねご飯も食べれるし、とにかくちょっと名古屋雨降ってるんですよね今。めちゃくちゃ蒸し暑い。今度なんか京都とか大阪方面も結構雨降ってるみたいでやばいなとは思うんですけど、本当名古屋って慣れんわ。きしめん食べとこうかな。いやお弁当2個あるんですけどね、こんだけ頻繁にのぞみ号が出てるんですけど絶対座れなさそう。ちょっとこれは順番的にアイスから先に食べないといけない感じがするな。新幹線すごい固いアイスっていうようでも20分置いたらやばい気がする。多分こだま号は早めに来ると思うんだよね。多分のぞみの233をこれを名古屋で待つと思うんで早く来ると思うんですけど、これのぞみなんでこれの後に来るやつですね。名古屋の東京方面ってこんな風になってたんですね。坂になってたんだ、知らなかった。今回もですね N700A ということでこのこだま号で帰りますけど、若干アイスが溶け始めててちょっとやばいなっていう感じになっておるんですが、
乗ったらすぐにあのアイスを食べてしまいましょう。やばいですね。すごいもうふにゃふにゃになってる。じゃあこの小玉号で帰ります。ガラガラやな。お、これは嬉しい。これいいや。誰も乗ってねえな。マジか。こだまで帰ろうっていうのは私ぐらいか。新幹線すごい柔らかいアイスなんですけど、これあんま美味しくねえな。普通のバニラの方が良かったわ。これすごいあのゾロ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 と、なんかすごいあのバイオハザードのゾンビのようにあの降りていく制服姿のガールズ&ボーイズなんですけど、すごいですね。こんな感じで楽しそうですね。新幹線ってすごいワクワクしますね。ほんまに誰も乗ってない感じなんですけどね。やばいな。小玉号ってこんなについてんだ。まあ新幹線で何が面白いって、この小玉がね、のぞみから必死でね逃げる時の鬼加速を味わいたいっていうのはね、やっぱりこの東海道新幹線おすすめはこだまなんですよね。 N700 のね、あの能力を最大限に発揮させますので、めちゃくちゃ面白いんですよねこだま。この各駅に停車するんでね、やっぱ加速とか減速をちゃんとしないといけないし、ね、のぞみとかはずっと通過ばっかりなんですけど、すごいんですよ。もうこの時点ですごい加速速く感じますもんね。なんで私はもうここでね、ビールとエビフライを食べようかと思っております。早い。え、のぞみと比べて加速めっちゃ速くないですか。工場を見ながらビールを飲む、私は札幌を飲んでいるんですが、これはまるで喧嘩を売ってるようなそんな気がしますが、大変申し訳ない。黒ラベルはあんまり美味しくなかったと思いながらも、キリンのビールは今度飲んでみようかなと思ったりする所存でございます。そんなこんなで速度を上げている小玉号ですが、次の停車駅は岐阜羽島なんですが、私はそれよりもこの、 あの小松菜か何かのなんか付け合わせみたいなものが非常に美味しくですね、もしかしたらこれはあの映像で音がですね拾っているんではないかと思いながらもシャキシャキと食べておりました。列車は岐阜羽島駅に到着です。小玉号はここでのぞみ号の通過待ちを行うため5分止まります。岐阜羽島というところは人がわんさかいるわけではなく、比較的新幹線の中でもひっそりとした駅となっております。
そして私はエビフライと味噌カツの弁当、失礼、味噌カツ&エビフライ弁当を食べた後、この弁当をですね、ごちそうさましたと思いきや、次の弁当を取り出そうとしています。今度はうなぎひつまぶし本格ステーキ重というものでね、よく食べるよねこの胃袋とか思いながらも、この価格なんと1540円。それは目を見てびっくりしました。買った時何も思わなかったのにね。始まったんですけど誰も乗ってきません。そうですよね、岐阜羽島ってあんまり、向こうの方も写真撮影の方も、ぐそ、写真撮影の親子が2人って言おうとしたら望みが通過してきまして、まあ、これもまた子供の楽しさなんですけどね。さあ今回は次はですね、ちょっと申し訳ないんですけど、うなぎひつまぶしと本格ステーキ重で今日は、ビールを進めていきますかね。あ、太るな、やばいな。ポイントはたまりませんが、この黒ラベルのアルコールと脂肪分だけはお腹に溜まっていく感じであります。そしてですね、このガリを食べようと思ったらめちゃめちゃきついで、でかいなっていう感じなんですけど、しば漬けのガリは美味しいですからね、ゆっくり食べていかなければいけません。もうガリッとするのがね、なかなか素敵な味です。本当はこの後ね、水をかき飲みたかったんですけど、水買ってなかったなと思いながら、ご飯を食べております。漬物とかね、こういうあのなんか生姜とかね、なんかこう食べた後に水が甘く感じるみたいなのが大好きなんですけどね。車窓には伊吹山が見えてまいりましたが、伊吹山はなんか曇ってんなという感じですね。
米原到着、進行方向左側にはですね、もう間もなく連結しようとしている長浜からの新快速電車がですね、その連結の信号待ちでですね、ゆっくりと走っているのが見えました。実はね、あの17時17分の新快速電車はですね、結構利用するのが多くてですね、これからも多分ね、あの新快速、17時台の新快速っていうのはね、あのまた映像に見せるかと思います。米原駅を出発です。新幹線はですね、やっぱりあの加速が速いなというのはこだま号かなというように思うんですが、皆さんどうですか？なんかね、のぞみとはまた違った走りを、感じるかと思います。映像とかで編集して見ててもね、やっぱねこだまの加速ってね、なんとなくね、同じ N700 系なんですけども、のぞみから逃げる、光から逃げるという形になりますので、なんか逃げてる感の加速がねすごいわかるかなと思いますが、皆さんね、このこだま号というものもね、ぜひね乗っていただきたい、その列車の種別の一つであります。それはね、走ってしまえばですね、のぞみ号はもう低速ずっとね、あのそれは300キロ近くで走っておりますので、あのまああの285キロだったかな、そのあたりでバーって走っていくので、あのまあ一定の速度で、ああ速いなーとか思ったりするんですけど、この加速の速さとかやっぱりですね、このこだま号ですよね、もう新幹線の速さというよりかは驚異的な何かに乗っているような、そんな気分にもなってしまいます。そして米原京都間では意識が飛んでしまいまして、起きたら京都でありました。クレーンの奥からもうすぐ京都タワーが見えてくるかと思いますけども、いやー、あの久しぶりに新幹線でお酒を飲んでね、意識が飛んだっていうのもねありましてですね、今すっごい寝起きでですね、カメラを回しているような、そんなシーンでもあります。京都駅周辺はですね、クレーンがたくさん立っているということは、おそらくこの辺りは再開発がされているということなんでしょうね。京都タワーが見えておりまして、新幹線に隠れてしまいました、どけこらこんな野郎とは思うんですが、京都タワーを見ながらですね、新幹線は京都駅に進入していきます。この新幹線どういたら、多分、あ、見えました、見えてくれました。見えないかなと思ったんですけどね、京都ね、でっかい駅ビルとともに今隠れてしまいました。京都タワーを見ながら、京都駅に入ってまいりました。やっと帰ってきたなというところです。ここで降りて新快速に乗ってもよかったんですけども、どうせならもう新大阪まで乗ってしまえということで、今回はですね、新大阪までこのこだま号に乗っておりました。京都駅を発車します。しばらくはですね、京都の街並みを見つつ、JR 京都線のね線路を見つつというようなところでありまして、この辺りの風景は結構京都らしくて好きです。でこの、JR 京都線のね線路が広がり、一番奥は嵯峨野山陰線なんですけども、そのね、線路が分かれていくと同時に広大なヤードが広がり、京都鉄道博物館またはねその留置線もあったり、貨物駅のあるような梅小路というところを通過していきます。この辺りは見応え抜群ですよね。新幹線乗っててもかなり迫力のあるようなところであります。新幹線はぐんぐんと、加速していきます。ただね、この京都と新大阪の間ってのぞみも光もですね、同じように停車駅が連続する区間ですので、こだま号もさほどそんなにね速度をね、なんか名古屋発車とかね、それよりかは緩やかに加速しているかなというような印象を受けましたね。そんなに鬼加速しているような、そんな加速ではなかったです。まもなく、桂川を渡りまして、桂川と渡ると同時に JR 京都線とおさらばしていきます。新大阪に着くのは両方とも着くんですけども、少し新幹線は離れたところを走っているのです。JR 京都線の線路と、分かれていきます。今渡っているところが、桂川です。山崎付近では阪急電車が少し走っているのが見えているんですが、おそらく5300系と思いたい、3300系だったらごめんなさい、ちょっとね屋根だけしか見えなかったので分かりませんでした。そして、阪急の京都本線と並走しております。ここは名物ですよね。阪急電車がすれ違うかなと思ったんですが、今回はですね阪急電車一切すれ違ってくれませんでした。多分駅のね影に隠れていたかもしれませんけども、
まあ、後半急電車がすれ違ってくれないのは何かのね、ダイヤ乱れかと一瞬思ったりするようなところではありましたが、特にそんな乱れはなかったようです。太陽がねもう傾いて夕日の東海道新幹線は大変に美しい。またこれが水田のこの田んぼのね田植えの杉の季節だとですね、あの水面に映るね太陽の光もね素晴らしく、またこう旅をしているなというものをね実感させられます。夏の旅はこうでなくてはいけません。太陽がメインの、そんな風景にしたいなと思っていたので、ちょうどいい風景が広がっているのです。そうしますとですね、まもなくこの新幹線のね車両基地、鳥海の車両基地が見えてきます。たくさんの N700 系または N700S などが、この鳥海の車両基地でお昼寝をしております。次の出番はいつなのだろうかとね、この新幹線も今は休憩中ということで、たくさんの車両群がですね、迎え入れてくれます。まるでねなんかすごいですよね。こうなんか新幹線の大量のね横並びが見れるっていうのはね、私はここはね素晴らしい景色だと思っておりますよ。で大阪モノレールをくぐります。まもなく新大阪というようなところです。もうすぐしたら放送が入るんじゃないかな。
もう間もなく新大阪というところに帰ってきます。新神戸よりもやっぱり新大阪に帰ってきた方がやっぱ天ヶ崎市民としては、ああ帰ってきたなという感は強いです。この街並みとかも見てもね、やっぱ大阪感強いのでね、兵庫県と言いながらもやっぱり大阪に帰ってきたと言いたい私の心情であります。そんなこんなでですね、やっぱりこう天ヶ崎市民だとね、やっぱり市外局番06だし、大阪との結びつきが強いので、やっぱりこうなんか言わんとしてることはわからない人もいるかもしれませんが、大阪に帰ってくる方がいいんですよ私は、っていうようなところです。新大阪の在来線ホームから京都方面に向けて、新快速電車または快速電車なのかよく分かりませんが、223系が出発していくシーンが見れました。そして新大阪駅のホームに滑り込み、私もこの新幹線とおさらばする時間がやってまいりました。今回の動画もね、この新大阪で終わろうかどうかちょっと分からなかったんですけども、もうちょっとだけ引っ張ろうと思います。別に引っ張る要素もないんですけどね。新大阪到着ですね。ああ、酒の周りが早かった。いやもう滋賀県から意識不明ですよ。もうちゃんと降りれたからよかったよ。さあ、このキットはですね、大阪市内なので、市内であればどこでも有効なので、とりあえず隣の大阪駅まで行くことにしましょう。なんかよくね、切符で大阪市内だと新大阪までと勘違いする方がいるんですけど、大阪市内の駅であればこの切符1枚で行くことができますんで、結構ね損してるかもしれませんよ、地下鉄に乗ったりしてたらね。大阪市内の切符は鹿島駅まで有効ですので、じゃあ私はですね、もう仕方ないから大阪駅まで行くかっていう感じになって、まあ天ヶ崎とかだったら、まあ1駅分のね料金だけでいいんだけど、バス乗らなきゃいけないなとか思いながら、じゃあ結局一緒じゃんということで、大阪駅までこの切符のお世話になっております。そんなこんなで間もなく大阪駅だというところで、阪神と阪急の百貨店を見ながら大阪駅に滑り込み、あー JR の旅もここで終わったかというね、熊野市から、名古屋を経て、そして大阪に帰ってきた次第でございます。本当言うと松阪から近鉄特急乗ればよかったなと後で後悔しているところです。やっぱり大阪梅田は人が多い、いろんな人がもうゾロゾロと、阪急に向けてですね歩いていって、そして、阪急がもう発車するという発車ベルが鳴っておりますのに、私は全然急ぐ気はありませんでした。いや、もっと急ごうぜと思うんですけど、私は阪急沿線民だから、鳴り終わるまではドアが閉まらないことを知っているのです。普通列車のひばりが丘、花屋敷行き、宝塚線の電車と同時に発車しております。まあ、これは阪急名物なんですよね。結構ね、普通電車でもこの京都本線以外のですね各駅停車が同時に発車していきます。京都線はねちょっと時間差で準急または普通電車が出ていくような、そのようなシーンが見れて、中津駅でね追い抜いていくというシーンもよく見るんですけども、まあ、大体この毎時じゃないな、毎分1のくらいだから1分、11分、21分とあるんですけども、データイムはこの神戸三宮駅とひばりが丘、花屋敷駅が仲良く並走していくっていうのもね、梅田駅の見どころの一つであります。これは中津駅ですね。バリアフリー目当てでなんか値上げするとか言ってるんですけど、まあ、春日野道が今ね大変なことになっておりまして、あの狭いところにバリアフリー工事してるんですけども、中津はねどういった工事をするのかすごい楽しみで、こんだけ狭いのにホームドアをつけて、またエレベーターとかどうやってつけるんだろうってすごいね、私はね感心しております。おそらくこの神戸線のホームの奥側にエレベーターがなんかつけるのかなとか思ったりするんですけど、撮影ポイント1つ減っちゃうじゃないかとか思ったりするようなところではありますが、バリアフリーになるんだったらもう委託仕方ないかなというようなところであります。そんなこんなで宝塚線の電車と勢いよく出発しておりまして、右に大きくカーブしたところでですね、トラス橋を1つくぐり、そして淀川を渡って純層に至っていきます。
今回の動画はですね、阪急電車を無理やり入れたので、もうそろそろ終わってもいいかなと思うんですが、阪急の動画がなかなか上がってないぞと言われるので、もう私もですね、意地になってね、阪急電車を無理やり入れてしまうというね、そのような動画になってしまいましたけども、まあ阪急意外と私動画上げてるんですけどね、まだまだ少ないようなので、ところどころで阪急電車のシーンも入れるように心がけてはいます。ただ阪急電車のみのシーンになりますと、阪急電車って目玉のようなそんな列車が少ないのでありますので、なかなかネタになることは少ないんですが、このワンシーンとかね、そのあたりで無理やり入れていくことで、阪急電車のなんか宣伝にもなればいいかなと思ったりするところでもあります。乗ってきた SDGs トレインと、その他駅でおさらばして、今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。夕日の園田駅綺麗ですので一度見に来てください。ありがとうございました。